たり前だ。どうなった？奴の内部に侵入した。本体はどこだ？ゼウスが因果要素と融合している以上、奴はマントラの制御中枢にいるに違いない。そしてそこにはミスラ様。ミスラがここにいるのか？そうだ、中枢へ向かうぞ。するロシン、破壊すればデウスへのエネルギーの供給は止まる。どうする、アスラ？デウス、七星天の力の源、一人の魂、一万二千年の間ローマと奪い合っている。さあ、どうでも人間の天七兆人その魂を持って、ドラグナステラを放ち、ノーマの根源たるクリトラを倒す。それが大回転だ。くだらない。そうだ、俺はミスラを奪い返すだけだ。行くぞ。ああ、これの制御のための中枢も近いはずだ。
愚かな者どもよ、真に戦うべき敵は人類を滅ぼそうとする星の意志だとなぜ理解する。分かっている、分かっているとも。だが俺は自らの心に従う。我は全人類の未来を背負いて神になりし者。我に歯向かうは大義への反逆。世界を危うくする汝ら、ここにて滅ぶべし。
知れたこと、世界を救うまでよ。黙れ！世界の苦しみを知るがゆえないでは、我が世界を解き放てば全ての泣き声は収まろう。それまでずっと泣いていろというのか。
俺の思うままに全てを砕くか。だがそれで世界が救えるか。星の意志の集合体、その力強大にして無変だから、どうした？待て、アスラ。ミスラ様のそばにいてやれ。俺には似合わん。バカ者が。アスラよ、なぜ我は敗れた？わからん。なるほど、貴様にもわからんか。ならば致し方なし。ミスラ様、ミスラ様。おじさま。ミスラ様、私にはおじさまなどと呼ばれる資格はありません。もういいんです。ミスラ様、お父様はそこに。あなたを助けるために戦ったのです。しかし、やるべきことがまだ残っております。では、我らはこれより最後の戦いに赴きます。行くぞ。ああ、青二歳どもめ、何時らに世界を背負う覚悟はあるか？怒りに捧げる覚悟はあるか？
ローマの根源にした星の意志、ブリトラ。1万2000年以上前に現れた、それをはるかに凌駕する巨体アスラよ、その怒りで世界をねじ伏せろ。母なる星を越えてゆけ。